毛利成田宝永栄6年12月15日は、長州藩一門画廊である、吉木毛利家の四代。父は一門、宇田毛利家の毛利元宝。兄に毛利元信。養父は毛利元包。正室は元利包の娘。形室は春日中木の姉。次室は北尾江さんの娘。 子は、毛利孝典、毛利柊法、毛利広生、毛利広兼、村上元慶室。陽名は万吉。通称は劇、激一の神、殿も。寛永十三年、一門だろ毛利元法の次男として生まれる。後に、吉木毛利元包の養子となり、寛文十一年に、父の隠居により、家督を相続する。藩主、毛利綱広、吉治。 吉し氏、吉本に仕え、当職を務めた。遠方8年、徳佐八万宮社殿を再建する。上京3年、責任者となって、藩内の上京検知を行う。上京4年より、数王国平殿の日型の改作を行い、元六十五年に千0 5 7国の画像を受けた。法永6年12月15日卒。去年74。 長男の毛利民部、孔忠氏は、元六三年に三十四歳で死去した。次男の毛利秀法が、養子先の村上家から帰化して、着難となるも、元六八年に三十三歳で死去した。最終的に家督は、伊豆を、毛利広法が相続した。四男の毛利広生は、実家の、宇田毛利家を相続した。 ありがとうございます。